SBD、SBD SB ドーントレス、ダグラス SBD ドーントラスは、第二次世界大戦期に、アメリカ海軍で運用された、偵察爆撃機。愛称のドーントレス、ドーントラスとは、恐れを知らない、勇敢な、不敵な、我慢強い、不当不屈のなどを意味する形容詞である。陸軍向けにも製造され、A-24 番 C、ダグラス A-24 番 C、番 C とは、 スコットランド・アイルランドに伝わる女の妖精のこととして正式採用され、後に解 -24 と解消された後日。第二次世界大戦を通じ、アメリカ海軍だけでなく陸軍や海兵隊でも運用されたほか、少数がイギリス海軍に供与されている。機体形状はレシプロ単発軍容器として一般的なものであり、 低翼配置の主翼と、オリ輪式の膠着装置を持つ。フラップは、穴空き式であり、だいぶブレーキを兼ねるようになっていた。エド・ハイネマン率いる設計チームは、当初から引き込み足を採用するなど、当時の急降下爆撃機としては、画期的なスペックであった。また、SBD は良好な運動性と、強力な前方機銃を活かし、状況によっては、戦闘機との空戦もいった。 新型艦上爆撃機 SB2C ヘルダイバーが登場したが SB2C は海軍側の無茶な要求によって若干安定性と操縦性に難がある機体となったそのため引き渡し後の部隊配備は進まなかった一方ドーントレスは電波広報装置や空中レーダーを装備した後期型の SBD-4 が780機生産されてその一部は 察知調査の考案した艦隊防空システであるビッグブルーブランケット構想の下で早期警戒機として運用されその後も SBD-5SBD-6 と改良が加えられた母艦搭載の必要がない海兵隊は終戦間際まで本機を運用し SBD-6 のほとんどは海兵隊向けであったその後 SB2C の構成の丘で母艦部隊は 機種交換が進められ、ようやく SB2C に道を譲り、終戦間際に生産が始まった A-1 スカイレーダー汎用攻撃機の登場で、ドーントレスはその姿を消す。しかし、SBD は太平洋戦争中の全機関、現役状態であった。陸軍でもドイツ空軍の急降下爆撃機種87、ス通カの活躍に衝撃を受けて、 SBD の空母用装備を取り外したものが A-24 番 C として採用されている。総計953機の A-24 が生産され、海軍で SBD が引退した後も使用され続けた。A-24 は1948年の空軍独立時にも在籍しており、それらは攻撃機カテゴリの廃止と共に戦闘機カテゴリに移って、 解24と解消している。当初基本設計は、ノースロップ社で、XBD-2 の名称で行われていたが、ダグラス社が設計を引き継ぐこととなり、XSBD-1 と名称が変更された。1939年4月より、初期型の海兵隊用 SBD-1 が57機、海軍用 SBD-2 が87機、 量産された。部隊配備は1940年に海兵隊から開始されている。しかし、欧州におけるドイツ空軍の急降下爆撃機187ス通過に衝撃を受けた軍は性能が不十分であると判断し、エンジン、防弾性能、機銃攻撃力などに大幅な改良を加えた中期型の SBD-3 を84機生産した。 この SBD-3 は同時期に使用された99式艦上爆撃機と比較して速度、航続距離、武装、搭載量などはるかにしのぐ性能であった。1942年12月に開始した太平洋戦争で最初に SBD を使用したのはアメリカ陸軍であった。SBD の空母用装備を取り外した A-24 が フィリピン・オーストラリア・ニューギニアの航空基地に配備入れ、南進する日本軍と戦闘を繰り広げた。1942年5月、35回海戦でアメリカ海軍は初めて SBD を使用した。SBD-3 は共同で運用された雷撃機、TBD デバステーターの性能が貧弱で、日本艦隊に有効な打撃を与えられない中、 空空母母小をを撃沈し、空母昇格を中破させた。1942年6月、ミッドウェー海戦においては、TBD および、これがウイとなる、新型来撃機、TBF アベンジャーが戦火を上げられずに、日本機動部隊の直営戦闘機に低空で撃墜され、全滅に近い損害を受ける中、クラレンス・マクラスキー及びマックス・レズリーの率いる、 本機で構成された部隊が、航空から、防空の隙をついて、同海戦に参加した日本機動部隊の四空母の、内赤木、かが、操縦を同時に攻撃して撃沈し、残った飛竜も別に出撃した本機の部隊が、撃沈して、日本機動部隊主力の撃滅に貢献した。8月7日、ガダルカナル島のアメリカ軍上陸部隊への攻撃に、 向かった台南海軍航空隊の冷戦と第四、航空隊の一式立行をアメリカ海軍の艦載機が迎撃した。SBD もこの戦闘に参加しており、後方戦回機中で SBD を F4 階と誤認して後方に回った、坂井三郎の冷戦を撃破している。8月24日、第二次ソロモン海戦では、日本の軽空母、龍城を撃沈。 エンタープライズの作敵機として日本の機動部隊を発見した。そのまま空母、昇格に急降下爆撃を行うが命中しなかった。10月、南太平洋海戦では作敵機として日本より先に敵機動部隊を発見する。そのまま急降下爆撃を行い、随砲の甲板に命中し、戦線離脱させた。その後、攻撃隊として、 空母、昇格と従順、蓄魔を大破させる。現存期の番号は5桁の数字は、もともとはアメリカ航空宇宙局、ブアー局番号、ブノであり、ハイフンのある数字は、かつての米国陸軍登録番号、フセア、ナンバーである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。